新潟通信 TNT-051NT-051 反応スイッチ部分トレーチャーとは都道府県公安委員会の指定自動車教習所における普通自動車運転免許技能教習の第1段階一次元目に自動車の運転装置の操作手順を学ぶためのシミュレーター装置である。技能教習の中盤で用いるドライビングシミュレーターとは異なる機材である。警察庁では ドライビングシミュレーターと一括りで模擬運転装置とされている。三菱プレシジョンでは自動車運転教育シミュレーターと称し、新潟通信機では警察庁と同じ模擬運転装置である。届け出自動車教習所や指定外自動車教習所では導入されていないことが多く、その場合は最初から教習者に乗り込むことになる。普通自動車運転免許用の機材は アーケードゲームのドライビングゲーム機種の運転席とほぼ同じ用紙、携帯である。運転席には、ステアリング、サイドブレーキレバー、アクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダル、シフトレバー、イグニッションキー、シートベルトなど、実際の乗用車と同じ装備が同じ位置にある。機種によっては、ドアなどが装備されている。操作に応じて、走行音がしたり、 スピードメーターが触れたりするものもある。旧式の装置では、運転席前方のモニターに DVD ビデオやレーザーディスクの映像で乗車からエンジンを始動させ、エンジンを切るところまでの解説が流れ、その指示に沿って実際に講習者が操作を行い、学習するものとなっている。基本的に走行している様子が画面に表示されたりするわけではなく、 画面はあくまで操作方法を指導するためにのみ搭載されている。現在市販されている三菱プレシジョンの DS-2000 という機種では、動車性ドライビングシミュレーターと同等にクライアント PC が搭載され CG と動画を併用した映像で解説を行う。システムが講習者の操作を検知し、正しい方法を機種ごとに画面上で レクチャーさせることが可能である。この機種は限り、ドライブシミュレーターとして、運転適正判断に関わる安全、運転シミュレーションとしても利用可能であり、サーバー PC に運転結果を記録することができる。技能講習第2段階の危険を予測した運転や、免許取得後の高齢者運転講習、ペーパードライバー向け講習などにも用いられる。過去に、 新潟通信機が発売していた NT-971CG という機種もこれに当てはまる。ありがとうございます。